トンガリコーン菓子1個は約 4.5x2.5cm 約 0.87g 高売り店での陳列例トンガリコーンはハウス食品が製造するスナック菓子トウモロコシを主原料としており塩水型をやや潰したような独特な形状をしているパッケージの表記はトンガリコーンでありコーンはトウモロコシのことを指す1977年にハウス食品が 米国ゼネラルミルズ社と提携し、スナック菓子部門に進出、翌年の1978年に発売を開始した。あっさり塩味の他焼きトウモロコシ味やバター醤油味、地域限定の沖縄ゴーヤーチャンプルー味や北海道、スイートコーンが味も発売されている。ゼ社との技術提携により製造されており、ゼ、社では、ブケルズの商品名で、同様の商品を発売している。 製造は、ハウス食品の静岡工場。包装は6角中系の紙パッケージで、内容量は 80g。2019年現在は 75g。トウモロコシ、植物油脂、食塩、砂糖、粉末醤油、香辛料、調味料、重曹、カラメル色素、酸化防止剤。原材料の一部に小麦を含む。当初は、 アメリカの広大なトウモロコシ畑を舞台にしたカントリーウエスタン仕立てであり、国広富行が CM キャラクターを務め、CM ソングはトランザムが歌った。皮を剥いたトウモロコシのアップから無数のトンガリコーンが宙を回る演出は長年に渡り使用された。1985年にはハウス CM 常連タレントの一人、 ハワイナオコとトランザムのノブによる君は綺麗なままでが作られた。その後、CM ソングの担当はクリスタルキングに移るが、CM キャラクターがハガケンジに変わった際にトランザム版が復活した時期があった。ブゲルズ、ありがとうございます。